はい、どうも皆さんこんばんはということで、今ね現在が4月の5日月曜日の10時50分ですね。今日このサブチャン風の動画は今当日声撮りをしてるんですけど、そう今日の動画の、その後の映像を今日はちょっと皆さんにお届けしようかなと思いまして、今日はというか今回はね、なのでオッティがね、このヘチマをめちゃめちゃ楽しんでる映像が流れます。はい、ということでやっていきましょう。この時の映像はねちょっと前に撮ったやつで、声入れとかも今日の動画は少し前のやつを使ってたんですけど、すごいねヘチマをオッティが気に入ってくれまして、これ撮影後にさ三脚を立ててずっと、まあ、10分ちょっとぐらいカメラで回してたんですけど、これもうすごいでしょ。ほじくり返してかじってたりとか、回してみたりとかしてて、こうやって立ててみたりとかね、どうやら結構気に入ったご様子でしたね。よかったよかったということで、そうでここからもう夢中タイムに入ってしまって、これ今4倍速で編集でどうにかこうにかちょっと短めに流してるんですけど、もうずっとかじってるんですよ。こんなにかじってたんだと思って、カメラを回してる最中っていうのはずっと僕別の部屋にいて、もうなるべくそのプライベートのオッティをプライベートのオッティって何撮れるように撮影をしてたんですけど、なかなかにすごい長い時間ヘチマをかじってまして、この映像を見た時にちょっと僕もびっくりしましたね。うん、まあ夜中のうちとか多分おそらくこういう感じで、多分夜中はもっとだと思うんですけど、いろんなものをかじってるんでしょうね、かじり機とかね。うん、すごいねこういう行動が見れて嬉しかったですね。そうで、あとそうだ、一応ちょっと皆さんにねお知らせしようかなと思ってることがあって、まあお知らせっていうほどでもないんですけど、今ね子育てじゃあ成長日記の総集編めっちゃ頑張ってます。1時間50分の、そうそう、言ったっけな、5時間半あったんで全部で、だからそれを3本に分けようっていう今自分の中であって、で20日間ごとに、まあ、60日でやってたんで、20日間ごと1日目から20日目、20日目から40日目、40日目から60日目みたいな感じで3本に分けようと思ってて、今その1日目から20日目を全部、取り込んで編集が終わってっていう段階になったんですけど、それが最初1時間50分ぐらいあったんですよ映像から。今ねようやっと13分ぐらいまで編集で減らして、でやっぱり最初はそのオープニングは今の子たちの寝顔を撮りたいと思ってて、でその寝顔がまだちょっとねうまいこといいのが今厳選してて、そのまだちょっとね撮れてないんですけど、なんで飛んでんの。そんなことしてたか、あそうだねそんなことしてたね確かね。なのでその寝顔の映像を入れることができたら、ここから声撮りをして、まあ、ちょっと編集をしてっていう形で、かわいい。どうしたのその顔。皆さんの、お手元に届くかなと思います。一緒にこの子たちの、成長をちょっとね振り返っていきましょう。まあほんと可愛いんですよ。ああこうだったねっていうのがすごい映像であって、多分その僕が切り取ってる場所が未公開のところとかも多分あると思うんですよ、ちょこちょこね。まあ大体ほとんどは公開してるところだと思うんですけど、あこれやってたなとか、あこの時こう思ってたなみたいなのがちょっと自分でも思い出してね、なかなかに楽しかったですね。そうで、そのこの3人の成長に、その成長で
出会えた視聴者さんとかもいるんで、なんかすごくね、結構日数経っちゃってるけど、頑張って鼻突っ込んでるね頑張って撮影じゃねえ、その編集と声撮りをしてね、なるべく早く皆さんのところにお届けしたいなと思ってますので、一緒に映像を見ながら楽しんでいきましょう。そう、そんな感じ。今日それもちょっと言いたかったんですよね。そう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 、オッティがねまあヘチマもね、多分これ1個丸々っていうか、その何個か買ってきて切って分けてもいいと思うんで、ちょっと他の子たちにも買ってきてあげたいなって思いますね、これは。うん、楽しいし。そう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 、でほっといたら自分でね、ある程度遊んで飽きて自分のところで寝てましたね。うん、これもまた可愛いっすよね。はい、ということで、今日の動画の続きの映像になりました。まあ、サブちゃんチックな映像でしたね。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで本当にご視聴ありがとうございました。ではまた。ご飯食べてる